牛乳パックで作った造花を入れる花入れです。資源ごみ用に切り開いた牛乳パックを使います。まずこの折り目のところは切り取ってください。細長い4つの面に×印に対角線を書いていきます。ボールペンを使って力強く書いてください。あとでここを折っていきます。端のところは二重になっていて作業しにくいので剥がした方がいいでしょう。対角線が描けたら折っていきます。しっかりと折り目をつけていきます。全部に折り目がついたら今度は外側に貼る紙を用意します。のりしろとして縦に4センチ、横が2センチぐらいですから、30センチと24センチぐらいの大きさの長方形になります。1辺5センチぐらいの正方形の紙も用意しておきましょう。先ほどの牛乳パックをセロテープを使って元のように貼り合わせます。そこはまだ貼り合わせません。紙に糊をつけていきます。ここでは水糊を使っています。できればでんぷん糊を使ってください。スティック糊は向きません。上下に2センチぐらいののりしろを取って牛乳パックの端をぴったり合わせます。このまま巻いて綺麗に仕上げるために端を一度仕上げてから中に折り込みます。
難しければそのまま巻いても構いません。で、底を中に入れ込むのですが、この時にちょっとやりにくいので、どうしてもやりにくければ先に貼っておいて四角の状態に紙を巻いていってもいいでしょう。底のところを形を整えながらこんな風に折ります。ここは糊がついていませんから、もう一度つけて、裏返したら底を下につけて口の部分をしっかりと中に折り込んでください。先ほど5センチ角に切った紙に糊をつけます。そして底の空いている部分に貼り付けます。多少シワが寄ったりたるんでいたりしても構いません。後でピンと伸びてきます。そして最初ペケ印にしたところを押し込んで、ひし形の部分を作ります。この状態ではまだ柔らかいので、いらない紙で香味に当てるものを用意します。輪ゴムをかけてこのひし形のくぼんでいるところに差し込んでいきます。形を整えて完全に乾くまで置いておきましょう。水のりが乾くと硬くなって形が崩れません。当てていた紙と輪ゴムを外します。合成のりは透けやすいのでデンプンのりを使うといいでしょう。これに花を生けてみます。花入れが軽いので、まず花入れの中に石ころのような重いものを入れます。そこに造花を入れていきます。造花を固定するために高さが決まったら、そこに梱包用の紙の細い綿のようなものですね、これを巻いて、それと一緒に筒の中に入れて固定します。これで出来上がりです。薄木を生けたので、出窓に飾ってお月様とうさぎをあしらってみました。無地の場合は模様を描いたり、千代紙を切り取って貼り付けたりするのもいいですね。